荒井正和の出発で始まりました。荒井正和のスパルタ学園、毎回交代でメンバーの誰かがメインパーソナリティを務める構成と、なっております。今回私十太郎が務めさせていただきます。はい、そして番組のご意見番、我々を温かくも厳しく見守っていただけるスパルタ王子先生です。はい、スパルタ王子こと荒井正和です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今回、私のパートナー務めさせていただきますいただけるのは、はい、ホルツァ横浜の、笹島信明です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではこのメンバーでね、楽しく有意義な話題をお送りしていただきたいしていきたいと思っております。この番組はオフィスホルツァの提供でお送りいたします。改めましてホルツァ横浜レッスン生十太郎です。改めましてホルツァ横浜の、笹島信明です。よろしくお願いします。そして私、スパルタ王子こと荒井正和です。十太郎さん、はい、緊張してますか？はい、だいぶ緊張してます。笹島さん、はい、緊張してないね。緊張前回よりは、はい、落ち着いてるわ。前回よりは、はい、十太郎さん、はい、お願いします。はい、そうですね、今回ですね、はい、10月4日ですね。10月4日もう10月に入ってしまったわけなんですが、はい、ね、あの10月4日ってね、はい、何の日かご存知ですか？10月4日ですか？10月4日ですね、はい、10月4日から10月10日までがですね、はい、なんとですね宇宙週間という。宇宙週間という、それどんな週間なの？宇宙のですね、うん、10月4日にですね、はい、ソ連、旧ソ連邦ですね、はい、世界初の人工衛星スプートニク1号が打ち上げられた日ということと、あと10月10日にですね、はい、宇宙条約、あの宇宙をこう世界平和 のためにこう使っていこうという、エイリアンとなんか条約結ぶ。いやいや、そういうわけではなく、ね、国際的な、ね、条約憲章が結ばれたということで、この10月4日から10月10日までの週間を、宇宙週間とされて、1992年に、当時の科学技術庁宇宙科学研究所が制定いたしましたということなんですね。この間だよね、1992年。そうですね、十太郎さんなんかあれですね、宇宙とかそういう話結構サイエンスが好きですね。サイエンス好きですね。小さい頃あのブラックホールとかの銀河系なんか研究するような天文学者になりたかったっていうような夢があったことなんですね。自分もそうですね、こう小学生の頃はどっちかっていうとなんかこう宇宙、うん、宇宙に興味あったっていうか、なんかこう UFO みたいな、 UFO UFO のこう目撃情報みたいな、そういうのをこう なんて自分で調べるわけじゃないけど、こうなんか面白いなと思って。あ、よくありました、雑誌とかね、学習雑誌とかに、ね、出てましたよね。あの UFO っていると思う、あると思う、うん、まあ、未確認物体だけど、まあ、それじゃないかなってものをこう実際見たことは。本当ですか？ちょっと詳しく教えてください。自分の見間違いかもしれないんですけど、茨城ではないんですよ。あ、どこですか？はい、東京だと。東京、はい、結構あの赤羽とか、赤羽、うん、はい、なんかあの多摩地区、高尾山とかがあるところですね、はい、うん、で結構なんか目撃情報が、はい、あるい。君は見たのはどこかな？俺が見たのは東京ですね。東京に来た時に、東京、ちょうど自分が見たのは、うん、あれどこだっけな、見てない、本当に見てない、いや、あの茨城ではないです、東京の方でね、はい、東京忘れちゃったの、はい、あらまあ、そうか。じゃあなんかいいことありました？なんかいいことUFO を見たことによって何か変わったこととか。変わったこと、何かその後おかしな事件が起きたとかいや、あんまりそこまでこう信じてるってわけではないし、その UFO をそこまでこう研究してるってわけではないんですけど、まあ見たなというなるほどね。ありますか、重太郎さん？ UFO は、あ、 UFO らしきものとして信じてるものは見たことはありますけども、あ、うん、あの小学生の頃はですね、空にこう白いものがこうぼーっと浮かんでるんですよ。で明らかに雲じゃないし、飛行機の音も聞こえてこないし、あれは UFO だったんだろうというふうに自分の中で勝手に信じ込んでるねものがあって、うん、ですけども、あれ
新井先生の方とかは UFO とか、はい、ないです、見たことないですそういうのは信じてらっしゃる方ですか？見たら信じると思いますけどもね、まあ、そうですね、まあ、実際まああるとは思うんですけどもね、まあ見てみたいなと思っております。はい、冒頭の話はこのような形で、はい、皆さん星空、秋の空見上げてみてください。ドラマ CD。 はい、このコーナーは自分たちで考えたドラマ CD を演じちゃうコーナーです。はい、さてね、今回のドラマですが、はい、脚本というかお話の方は私住宅ローンの方が作ったお話です。前回はね、あの男性の男同士のこう繊細な友情の物語でしたね。今回もまたちょっとあの別の意味で親密な、別に分かりました、じゃあ行きましょうか。物語でございます。じゃあ行きますね。はい、それでは行ってみましょう。ラブオール、登場人物紹介。ホームレス、顔はいいが気は弱い、お金がない、家がない、度胸がない。名前、あ、マイケルですね、はい、自分が、はい、マイケルを演じます。はい、はい、次が、はい、ハミルトン、ホワイトカラーの貴族、享楽主義の刹那主義、ごつくつぶしの暇つぶし、はい、場所、超一流高級ホテルの一室。あ、いいんですか？彼女怒って帰っちゃいましたよ。いいんだよ、これで清々した。さあワインでも飲もうじゃないか。祝杯だ。でもいいのかな、だいぶ怒ってたみたいだけど、思い詰めたりしないかな君も心配性だな。せっかくのホテルのロイヤルスイートルームのディナーコースだ、楽しもうじゃないか。このワイン、なかなかいけるな。だけどあの怒り方は普通じゃなかったし、やっぱり僕追いかけて事情を説明してきます。ちょっとなんで寝てるんですか？お酒弱かったんですか？ああ、もうどうして別れたい彼女がいるから恋人のふりをしてくれなんて頼み引き受けたんだろう。幸せそうな寝顔だな。どうして僕があんな頼みを引き受けたか分かりますか？あなたに一目惚れして声をかける機会をずっと待ってたんですよ。そしたらあなたから声をかけられて、どんなに嬉しかったか、もう人を散々振り回しておいて寝顔だけは天使みたいだな。いや、もしかして今までの話は全部？すっかり聞かせてもらった。寝たふりしてたんだ。僕帰ります。いや待ちたまえ。あんなこと聞かれて一緒にいられるわけないじゃないですか。ところがそうでもないんだな。そうに決まってます。困るでしょ、迷惑でしょ。私は嬉しかったがね。どういうことですか？まさかこの先も何か企んでるんですか？そんなものあるわけないだろう。じゃあなんで？鈍いやつだな。どうして私が君に声をかけるために彼女に別れたい恋人のふりをしてくれと頼んだと気づかない？そんなの気づくわけないじゃないですか。ちょっと待ってください。それじゃ、それってつまりそういうことだ。さあ、料理はすっかり冷めてしまったが仕切り直していこう。はい。これから始まる二人の夜に
乾杯。乾杯。はい。まあ早速ね、まあ君たちの意見もあるだろうけども、ナンベルかをね聞いてみましょうか。ではナンベルで、ございましょうか。チーン、チーン。あっと、これは2ベルでございますね。ではですね、十太郎さんから、どうでしたか、感想というかね、何かあれば。意外に自分で書いてなんですが難しかったなと。どの辺が難しいと感じましたでしょうか。こうなんか、ね、うん、うん、乗っていく気持ちのノリというのが、うん、こうもっとこう調子いい感じでやりたいなというふうに思ってたんですけれども、うん、なんか結構実際やってみるとこう、うん、イメージと違った、ちょっとイメージ と自分の中の出してる声とか言い回しとか全然ちょっと違ってたなという、うん、違ってたなと思う感じがあります、はい、じゃあ笹島君はどうですか。そうですね、こうどっちかっていうとこう短い台本だったんで、うん、はい、それ不満だった。いや、あの全然不満とかではないんですけど、うん、はい、あのそうですね、間が重要だなと思って、あの、うん、そのこう振ってかかるとことか、そのあの間を本当にこうちょっと何秒か置かないといけないところとか、うん、はい、すごいあの難しかったんですけど、でも十太郎さんのイメージはその打ち合わせしてやった時と、はい、あのなんか自分のイメージの中では合ってたんで、はい、それにこう合わせる感じで、うん、はい、なるほどね、はい、ですね、多分ですね、僕は率直に感じたことはですね、お互い間が合ってないですよね、多分ね、あ、ズレズレであるっていうのはありますね、あの掛け合いがね、うん、だから聞いてる方からするとちょっとイメージがしにくいなっていうのがあったんですよ、うん、はい、何を求めて何を言ってん、なんじゃな、あ、そういうことね、大体まあ何を言いたいか分かるけども、分かる分もうちょっとこうやって言うかなっていう期待させる文章だったりするんですよ、あ、なるほど、分かります、あの聞いてる人方にこう、そうで、まあ、あのこの文章をね、聞いてると、うん、あ、これはそっちだなと、はい、ってことはどんな風な言い回し、どんな風な受け方でやってもらえたら、あ、こんな風に来るんだろうなっていうのが、うん、ちょっと間がずれてたりね、うん、あの温度差があったりっていうのはちょっと感じましたけども、ちょっとお聞きしますけども、龍太郎さんが本を書きました、はい、ね、書きました、はい、あなたは、男性が好きですか、女性が好きですか。ストレートですね。あの、はい、女性です。女性ですか、はい、佐島さん。自分も女性ですね、はい、あ、それは知ってましたけどもね。なるほどね。なるほど、じゃあ、自分の中でこれは良かったんじゃないかっていうのを言ってもらってもいいかな。そう、この辺はでも良かったと思うんだけどもっていう、主張して僕は潰すというパターンでいきましょう。あ、なるほど、はい。そうです、違うな、違いますか。そうですか、どうぞどうぞ、うん、これそうで、なかなか難しいですね、反省しかないですね、今ちょっとこう、じゃあ、じゃあ、いいところが、佐々島さん、佐々島さんどうぞ。そうですね、前回その奈穂さんとこの、うん、やりましたね、やった時に、うん、自分の癖なんですけど、こう癖、うん、文章読む前にこうとか、なんかこうちょっとこう、うん、入るよね、はい、入る、そこは、うん、注意して、前回よりは少なく、ね、はい、ただね、その分ね、はい、すごく嫌な言い方するとね、イントネーションがずれるんだよね、イントネーションが、はい、うん、多分ね、そういうね、温度差もあるのかなと思うんですけども、まあそうね、長さ的にはまあノブ君は短いかなと思ったけども、どう、はい、住宅さん的にはどうでした。いや、ちょうどドラマ CD やる時間帯としては、うん、まあ、間を持ってもっとやれ、間を持って使っていけばいい時間帯になるのかなというふうに思います、ね、文章の、ね、内容としては、ね、これはまとまってると思うんですよ、はい、ただこのですね、最初の、彼女とのこのやり取りですよね、はい、この部分がちらっと見え隠れすると、もっとより深く見えたのかなというね、なぜ君をに声をかけて、なんだ、恋人の役をやってくれって、まあ、この時点でおいおいおい、ちょっと どういうことだよこれってことになってるんだけどもね、はい、っていうのはありますね、まあ、もっとね、深くいけるところもあったとは私も思っております。はい、じゃあ次回ね、はい、また期待できればと思っておりますので、はい、まあ、このコーナーはこれにてドラマ CD のコーナー一回締めます。はい、ありがとうございます。このコーナーは
なるほどと思う出来事、ありえない出来事、不思議な出来事、思わず吹き出してしまった出来事など、思わずなんじゃこりゃと言いたくなる身の回りの出来事を紹介するコーナーです。はい、はい、新しいコーナーでございます ね、 はい、ですね、日々生活をしてますとですね、いろんなことがあります。はい、心の中でなんだこれっていうのがね、結構あると思いますので、はい、そのことをですね、はい、つい最近のことでもいいし、まあ、お話ししていただけたらなと思っております。はい、さあどっちからいきますか。はい、じゃあ十太郎からいきます。はい、どうぞ。はい、ですね、まあ、だいぶ前の話になるんですけれども、はいはい、ちょっとあの仕事というかでですね、うん、ちょっとあの遅刻、まあ、事情があって遅刻をしなければいけないことがあったんですね。事情があって遅刻。はい、まあ連絡はしております。はい、しております。はい、でその時にですね、まあ、ちょっと遅れて着いたわけなんですよ、その現場に。はいはい、そしたらですね、なんかあれ十太郎さん、うん、あれあみんな探してたよっていうわけなんですね。うん、なんだそれってまず思いますよね。うん、それしたら、えだって十太郎さん、あの何々さんがあので入ってその現場に入ってくるのを見かけて、うんうん、なんか屈伸していたよとか言われるわけですね。それ実際の十太郎さんはそこで屈伸はしてないわけですね。してないわけですね。はい、そうするとだからいるかと思って時間になったらみんなで館内を探し回ったよと、どっか寝てるんじゃないかとか。なるほど。その時は十太郎さんはちょっとあの急いでいた状態なんですけれども、その後にこう、まあね、入っていったら、はい、だっていたじゃんとか言われるわけなんですね。それは何だったんでしょう。何なんだという。まさかひょっとしたら十太郎さんのふりをしたもう一人がいたのか。そう、そうなんですね。だからもうみんないる体になってるんで、うん、これは何だったんだろうなと未だに謎なんですね。行かなきゃいけない行かなきゃいけないという幽体離脱をしてしまったとか、そう、気持ちだけ先に行ってしまったのかなとか思ったりもしたんですけれども。そのことはあの皆さんに言ったんですか。僕はあのまだもちろんその説明して。誰が見たんだと。そうです、誰かその人に突き止めました。あなたですかって、あの、はい、その方に確認したところ、はい、見たよというふうなことを言われてしまいまして。でどんな服を着てたとか、ね、どんな格好をしてたとか、そういうのも聞きました。いや、それここまでは聞いてなかったですね。 うん、ちなみにそれ見たのって一人だけですか。一人だけですね。一人だけだったので、まあ、はい、いろいろこう調べて考え直してみると、うん、多分そこ の、 あの食堂に、うん、僕とこう背格好が似てる人がいるのでその人と見違えたんじゃないのという話で落ち着いたんですけれども、まあそんな。でもこういうのって初めてですか。そういうの初めてでしたね。何度もこういうのある。あ、でも結構言われますね。自分はそこら辺買い物とかしてて、うん、そういえばいたよねみたいな。親とかにも言われたことあります。実の親に。実の親に、はあ、ノバキに似てる人が、彼がいたっていう。結構似てる人がいたっていう情報ですね。はい、なんか君がいたんじゃないかっていうじゃなくて、はい、実際に似てる。じゃあどこにでもある顔なのかな。どこにでもある顔なのかもしれないですけど、はい、認めちゃったね。会ってね、会いたいですね。そういう、こういう不思議なことっていうのは、まあこれも不思議なことだ、なんじゃこりゃってことなんですけども、うん、はい、他にある、なんかこんななんじゃこりゃって。十太郎さん、十太郎の方ですか。このような、こう似たような、例えばね、霊的というか分かんないんだけども、うん、ま、なんじゃこりゃって言われなんじゃこりゃ。じゃあ野村君、そう、お願いします。そうですね、自分今回その宇宙開発記念日っていう十太郎さんからちょっと、うん、はい、うん、お話伺って、自分もどっちかっていうとこうちょっと不思議系の話なんですけど、うん、あ、自分が不思議じゃなくてね、自分が不思議じゃなくて、不思議系の話、はい、不思議系の話で、はい、こうまずちょっとインターネットでこうなんかではそこまでこう神秘学とかっていうのはあまりこう、うん、はい、そこまで興味があるわけじゃない。調べてみたんですね、調べてみてこう、はい、で言霊とか、うん、はい、波動とかってあるじゃないですか。うん、ありますね。はい、それでネットで見てたらその、うん、まあ結構いろんなこう実験をしてる人がいて、うん、そのどんなその実験なんですけど、まあ何でもいいんですけど、花、はい、まあチューリップだったらチューリップ、バラだったらバラでもいいんですけど、うん、まあその花と仮定した場合にそのチューリップに、まあ、もう本当同じ状況同じ環境に置いておいて、うん、でその一方 の、 その、まあ、チューリップだったらチューリップにありがとうっていう言葉をずっとかけてて、うんうん、でその、まあ、もう片方の、はい、チューリップにはその、まあ、
バカ野郎とかちょっとあまりこうよろしくない言葉、ね、よろしくない言葉をはいかけて、うん、でもう一方のチューリップにはその完全にこう無視、うん、何もこう言葉をかけないっていう、うん、なんか実験をした人がいるらしいんですよ。でそれでその3つを比べてみたら どうなったと。あ、やっぱ褒めた方が伸びるんじゃないですか。そうなんです、褒めた方が伸びるんですけど、あ、伸びてこう悪い言葉をかけた方はこうなんかどんどんしおれていく。でなんかすごい自分が興味持ったのがその、うん、何もこう言葉をかけない方が一番なんかこうすぐしおれちゃったっていうか、うん、はい、なんかこう無視ですよね、ま、無視、はい、ね、ネグレクトですよね、うん、はい、それが一番なんかその一番早く、その1ヶ月とか実験したらしいんですけど、はい、でなんかそれが一番早くしおれてしまったと、虫が一番効いたと、はい、で結構これっていろんな実験してる人がいて、うん、まあ、その氷の結晶とか、はいはいはい、でなんかそれもやっぱありがとうってこう声をかけた方はその綺麗なこう結晶になるんですけど、はい、やっぱりでもさ、これさ思うんだけどね、はい、まあ、声をかける方じゃない、はい、例えば言霊ってあったとしてね、はい、自分がね、はい、マイナスの言葉を吐いてる方がいいのか、はい、ね、こう楽しいねプラスの言葉を吐いてる方がいいのかっていうのがあって、うんうん、はい、僕は必ずねレッスンでよくまあ、聞くよね今日の体調どうだっていうのを演じになった時にね、はい、うん、その時に必ずね、いやちょっと先何って聞き直すよね、はい、でそうするとみんな、いや大丈夫です、体調どう、大丈夫です、はい、まあ、内面的などうって大丈夫ですって言うでしょ。やっぱりね、マイナスなことをね、はい、言い続けてる人って僕ダメだと思うんですよ、うん、そうですね、はい、まあ、もちろんね言うなとは言わない、はい、ね、人生いろいろありますわな、うん、だから、この自分の言霊っていうのは僕はあると思うんだよ本当にね、はい、プラスのことをね吐いてく、プラスのことを思っていくっていうのはすごくね、うん、大事だと思うんですよ、はい、この辺どうですかお二人は。いや僕はもうその辺はその考えでもう、うん、はい、プラスの言葉ポジティブにっていつも考えてます ね、はい、人に対してもポジティブに、ポジティブに悪口は言わない、言わないようには、聞こえないようには、聞こえないように陰口に、陰口、それまずいですね、まずいですか、いけませんね、そうですね、この業界って特にそうなん、特にそうなんですよ、信用とか信頼問題が絶大なんで、うん、陰口誰が聞いたか分かりません、はい、ね、気をつけた方がいいですよ、はい、あとね、はい、嘘ついたらね、はい、絶対バレるから、はい、その時ってえらいことありますからね、ノブ君どう。そうですね、うん、まあ、プラスの言葉を、うん、まあ、なんだろう、その日々 その体調の変化で、うん、あ、やっぱり今日は調子が悪いなとかって思う時はあるんですけど、うん、やっぱりまあ、こういうのを見てからもそうなんですけど、うん、そのプラスの言葉を吐くようにはしてます、うんうん、これね、でもやっぱ変わってくるんですよ、うん、やっぱ体調とかも、うん、でしょ、その方が、はい、まだ今いくつだっけ、今今年で26です、6でしょ、十太郎さん今45歳、まあ、まあ、歳ですね、はい、ね、まあ、僕ももちろん十太郎さんの方の年齢に入るんですけども、ね、僕ね40超えてねつくづく思うのがね、10年だったら50でしょ、20年だったらもう60で、もう普通だったらこうね引退しますかっていう年なんですよ、体もガタくる、これさあっという間に来るんですよ。だからくよくよとかこうマイナスなことってやってる暇ってないんですよね、うん、ああ、そんなことやってたらあっという間に終わっちゃうんですよ、うん、どうせねもう同じ人生歩むならこれはもうポジティブにねプラスでいこうと、何があってもっていうのはね、これ40過ぎてすごくね感じますね、うん、これねまだ30前だから分かんない、どうですか十太郎さん。あ、いや、もちろんそうですね、やっぱりこう、うん、積み重ねなんでね、やっぱポジティブな言葉を言い続けたことで、うん、まあ、こう一気にこう貯金が入ってくるみたいな、そうですね、こんな人生じゃないかなと思うんですね、たまにはね言うかもしれない、うん、ね、頭痛い腹痛いだね。それはね、まあ、生理的現象かもしれないからしょうがないんですけどもね、基本的にね、人の悪口は言わない、はい、ね、すいません、人に感謝する、第一感謝をして生きるってことは僕大事だと思うんですけども、はい、最近じゃ話変わります、なんじゃこりゃ、何に感謝した笹島信明。最近はこう友達がこうなんだろう励ましてくれることみたいな。何を励ましてくれるの？いや、お前だったらいけるよ。こう なんて言うんだろう。何を励ましてもらったの？やっぱ友達だと、やっぱ友達とか親友ですね。親友だと。うん、親友のカテゴリーは？親友のカテゴリーは定義は
そうですね、これ新井先生がおっしゃられたのを覚えてますね。過去を知ってるっていう、まあそうですね、それ本当納得しました。でも納得、あとだから自分の身を挺してでもね、その人自分を助けて、ね、はい、やってあげろっていう人、やっぱりね、僕はそういうのは親友のカテゴリーに入るのかなと思いますけど、さあそれで何を言われた。はい、はい、まあそのまあ愚痴とかを言っちゃうこともあるんですけど、はいはい、それに対してまあ励ましてくれて、まあそのまあ電話とかでもそうだし、励ましてくれたり、逆に何て言うんだろう、その友達だったらその励ましてくれるだけだと思うんですけど、何かそれに対して何かちょっとまあ怒るっていうんじゃないけど、まあ叱咤激励みたいな感じでしてくれるっていうことに対しては、ああ何か本当にその親友って感謝だなって。親友の話いきました。はい、重太郎さんどうですか。はい、最近ですとやっぱり宮古の方々にそういう舞台の機会をいただいたことを、これね、僕ね先週ねバニーの番組で言ったんですけどもね、はい、聞いていただけたら分かるんですけどもね、あれはですね、裏真似様がいなかったらできなかったんですよ。そうですね、感謝の言葉言ったかな皆さん。あっと言ってない、これはまずいな、問題だぞ藪本お前だよ。はい、ごめんね話しちゃった。はいはい、あ、ごめん、俺はなんとなくパーソナリティに乗っ取り始めてる。やばい、黙ってよ。いや、はい、はい、そうですね、皆さん、日々、ね、いろいろお世話になっている方々にまず感謝の心から持ち合って感謝の言葉を言ってみてください。はい、なんじゃこりゃのコーナーでした。はい、はい、もうエンディングとなってなりました。はい、初パーソナリティなかなかもう緊張して今脇の下脇汗とかがもう変な汗がついてるんですが、この最初緊張してた、緊張はしてました。はい、今はどうですか。今はやっちゃったなと思ってるところです。あまだでもね緊張続いてますよとして。あ、本当。いや、大丈夫ですか。大丈夫、落ち着いてます。なるほど、うん、何をやっちゃいましたか。そうですね、喋らなきゃいけないところを新井先生にちょっとこう任せてしまったなというところ、ね、いや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 、それをこううまく、ね、やってるように頑張りたいと思います。はい、はい、どうでしたか。そうですね、前回がすごいこう緊張してたんで、うん、その前回よりはまあその重太郎さんがこう楽できた。はい、楽できた。今楽できた、すごいな。いやまあそうですね、こうやっぱこっちの方が向いてるのかなとかっていうのもやっぱ。なるほど、それは主役より準主役がいいってことですか。そうなのかな。人生でも自分が主役だよ。はい、そうですね、皆さん人生主役で生きていきましょう。はい、ということで、応援のお便りもお待ちしております。はい、お便りは、お便り、アットオフィス、ハイフンホルツァ、ドットネット、こちらまでお願いします。はい、はい、それからフォルツァ新井アクティングスタジオからお知らせです。私たちと一緒にレッスンで現場型のトーク力や現場型の演技力をつけながら FM ラジオのパーソナリティをやってみませんか。新井アクティングスタジオではアクションや縦のコース、声優や映像演技の総合コースのレッスンも行っております。見学や無料体験もやっております。はい、それとフォルツァでは新人タレント新人俳優を募集しております。未経験者でも大丈夫です。演技のレッスンを受けながらサポートをしていきます。はい、自分の可能性夢を眠らせたままにしないで手にしてください。あれですね、あと2人は衝撃ライブって年末にあります。はい、宣伝ちょこっとしといた方がいいんじゃないですか。はい、出ますからね。はい、12月18日、はい、18日ですね。はい、大森の、はい、風に吹かれてて、はい、衝撃ライブ、出演してますので、はい、皆さん、はい、出演してます。はい、見に来てください。見に来てください。ぜひ来てください。はい、でも、ご応募ホームページ ね、はい、ご応募はホームページよりお気軽にお申し込みください。ホームページアドレスはhttp://www.office-forza.net です。はい、はい、それでは次回にねまた続きます。はい、それでは次回も新井正和のスパルタ学園お楽しみに。よろしく。はい、この番組はオフィスフォルタの提供でお送りいたしました。